レモンの花咲くところ作品364は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した、ウィンナ・ワルツ。日本ヨハン・シュトラウス協会は、ヨハン・シュトラウス2世作品目録でこのワルツの、砲台を、シトロンの花咲く国と定めているが、一般的にこの砲台が用いられることは稀であり、シトロンの花咲くところの題名が用いられることが、圧倒的に多い。現代、 第一トロネンブルーエンのうちのチトロネンはシトロンではなくレモンを意味する単語である。このため、正確に日本語分けするならシトロンではなくレモンの花咲く国あるいはレモンの花咲くところとするべきである。メディアを再生するウィーン少年合唱団による合唱オペレッタコウモリの初演から1ヶ月後の1874年5月ヨハンシュトラウス2世は ジェーランゲンバッハ楽団と共にイタリア王国への演奏旅行に出かけた。当時イタリアではハンハプスブルク感情が高まっていたが、シュトラウス二世はミラノをはじめとする各都市で大歓迎を受けた。旅の途上のトリノの霊場劇場において、シュトラウス二世は新作のワルツ、ベライタリアを初演した。ウィーンにへ帰還した後、シュトラウス二世はこのベライタリアを レモンの花咲くところと海外した。この曲名はゲーテの教養小説、ビルヘルムマイスターの修行時代に収められている、君を知るや南の国、レモンの花咲きの詩に由来している。第1ワルズ・ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴。ありがとうございます。